はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今回は日曜日のね、福島6レース新馬戦の、まあ、兄姉のデビュー戦戦績をチェックしていこうというふうに思っております。今回ね、12頭立てってことで、まあこれぐらいの頭数をね超えてくると結構調べるのがしんどいなと、手作業なんでね、まあそんな感じで、まあこれをやっていこうということになったわけなんですが、まあ、今回はね、その中では比較的まあ気軽にね、印が決まったかななんていうレースになってます。まずは前半、上位人気こんな感じです。1番人気セイーサ、まあ、1000、他にまあ未勝利馬が1頭いると。お母さんもね、デビュー戦の2着が最高着順だったというような感じの馬なんでね、これはあのかなり新馬向きだと思います。まあ想定も1番人気なんでね、これ結構硬いかもしれないですね。まあ、そしてロンギングバース、0011と3着があるんであれですけども、お母さんも未勝利、この3着地方での戦績ですね、ちょっと微妙です。で、3番人気スターダストプレス、1022と他に未勝利馬が3頭いるということで、まあ、一応勝ち馬がいるんで星マーク出してます。で、0102マイネルカーニバル、0102なんですが、お母さんが新馬勝ちということで、あと未勝利馬3頭いますが、まあ一応ね、母と兄はねチェックして、新馬勝ちがいる馬に今回は印を打っております。まあ、そして5番人気ビギニングドリーム、0011と他に未勝利馬1頭、まあ、3着までということで微妙ですね。ただお母さんがね、デビュー戦2着、その後すぐ勝ち上がってるんで、まあ星の次ぐらいの評価はしてもいいかもしれないですね。で、アンジェリケ6番人気ですね。これ勝ち上がりが兄弟いません。未勝利馬が2頭と。お母さんもね、地方デビューでデビュー戦4着ということで、ちょっと微妙な気がします。まあ、そして今度後半の方に入っていきたいと思います。7番人気ファーマスター、勝ち上がりなしの未勝利馬2頭という戦績。お母さんもデビュー戦10着と微妙ですね。まあ、そして、8番人気ニューフィー、これもね、兄弟勝ち上がりなしの未勝利馬2頭、お母さんもデビュー戦12着からの最高着順2着みたいな感じで微妙なんですが、これはあの兄弟の中に未勝利で終わった兄弟でデビュー戦3着っていうのが1頭いますね。まあ、なので比較的ありかもしれないです。で、ラッキーフレーム、これはあの初号となっております。お母さんも未出走微妙なんですが、ブリーズアップセールでね、まあ、要は JRA の、 あのトレーニングセールでバチバチ追われてた馬なんで、比較的仕上がってる可能性があります。まあ、そしてマルス1000、一応新馬勝ちがいるんですが、これ他に未勝利馬5頭いるんで、まあ実質1005みたいな感じですね。お母さんもデビュー戦15着と微妙です。で、キチロクレディース1202、他に未勝利馬5頭いる母高齢ということで、まあ印は星マークまでということにしてあります。3頭連帯してるんですけどね。まあ、そして12番人気ビヨンドザシン0111、他に未勝利馬5頭、微妙な、まあしんがり人気なんでこんなもんですかね。まあそんな感じで、まあ一応今週は頭数少ない方からこんぐらいのチェックに、まあ新馬チェックの方はね、とどめておきたいと思います。チャンネル登録の方は来週もね、あのここで勝ち馬がチェックした中で出るようであればやっていきたいなと思っております。以上、ハッチーでした。